えー、皆さんこんばんは。えっ、ー、と先ほど前回の動画で、えー、アセンションの話悟りの話をさせてもらいましたが、えー、インスピレーションが降りてきまして、えー、例え話として良寛、えー、さんのお話をしたいと思います。 えー、いつの時代の方かは私はわかりませんが、えー、私の師匠であった小林正官さんがよくこの良官和尚さんの話を通じて、えー、魂のお話を私たちに伝えてくださいましたこれは過去の動画でも伝えたんですけれどもやはり えー、原点回帰、何度でも、えー、この話をしないといけないんじゃないかっていう、えー、直感が出ましたので、えー、改めて、えー、今回の動画でももう一度お伝えしたいと思います。良、え、寛、ー、和尚さんというのは実際に、えー、江戸時代にいらっしゃいました。でも彼は、えー、自分の寺というものを持っておりません。ですから、 放浪の僧侶っていうようなそういうような感じでございます。で、彼は自分の家も持っておりません。だから、いつもまあ半分、まあ、野宿するみたいな、要はホームレスみたいなものです。だから、その日暮らしをするような生活を彼はしておりました。でも彼は、えー、人望が厚く、そして人に。 とても優しかった特に子供に対して、えー、一緒になって子供のその子供たちの意識の目線に本当に自分が降りてそしていつも携わ、えー、っていただから誰もが、えー、その良感おしょうさんのことが大好きで、うん、その良感おしょうさんが、ね、ダメだとかあいつはおかしいとかそういったことがない本当に評判のいい 和尚さんがいたんがたですでそれを、えー、外から見ていたあるう渡し船ってありますね渡し船の船頭ということでそしてそれで生計、えー、を成り立てていたある男がいたんです。でその男はその良寒、えー、和尚のそのあまりにも、えー、みんなからの、えー、称賛というか愛されてるというか。 人望が扱ったことに対して嫉妬をしてどっかで痛い目に合わせてやりたいそういう邪心がその先導にはありましたである時、えー、私船の仕事をしている時に領管和尚さんが来て向こうの岸に行きたいということで乗ってくるこの時を見てその先導はよしと このチャンスを逃すまいということでそしてその時にその領寒和尚に一つの大きな意地悪をします何をしたかっていうと船がちょうど川の中央に来た時になんとその渡し船をこういうふうにガーッガーッて自ら揺らしてそして、えー、その 乗っていた涼漢さんを船から川に落としてしまうそういったことが起きました落ちた瞬間は本当に嬉しかった「やったー!」って言って船頭は言うんですけれどもその瞬間のあと、えー、実際に落ちた川に落ちた涼漢さんを見た時実は涼漢さん 全く泳げなくって本当に溺れかかってたってそのことを自分で落としておきながらやばいっってなったんです <laughs> 面白いでしょこれとっさにその船頭は涼感さん落ちた涼感さん川に落ちた涼感さんを <laughs> 手で <laughs> 抱きし 噛んで、そしてそのまた私 <laughs> 私船に引き上げ命からがら良寒さんを助けたというか <laughs> そういう行為になりました、うん、だけど明らかに 落ととしして殺そそうとしたのそのはだっただけど本当に溺れかかってやばいってどっかで思ってとっさにその先導は殺そうとしたお嬢 <coughs> さんを良管お嬢さんを助けたんですこれが一つのエピソードですそして <coughs> そして助かった良官和尚さんが「はあ、はあ、はあ、って言ってやっと呼吸が落ち着いてやっと言葉が発せられるそういうタイミングで初めて良官さんがその船頭さんに言った言葉があります。何だと思います 僕は聞いてフリーズしましたその人は良官和尚さんは落とした船頭に対して「ああありがとうございます私の命の恩人です私のことを助けていただいて 本当にありがとうございます。と言って土下座をして下座をして感謝の念を船頭さんに言われたということです。僕はこの話を聞いて自分の人生に 当てはめました全く僕はできていない全く僕は傲慢な人生を歩んでるもう洋館和尚さんのね足元にも及んでないってその時本当に感じました。 でこの続きがあるんですでこの逸話がこうやって後世にわたって口伝って言って口伝えでこのエピソードが伝わったわけなんですがこの現場にいたのは良寛和尚さんと落とした船頭の2人しかいない。だからどっちかがこの話を 誰かに伝えたんですですよね。じゃあ誰ってなると実は船導が人殺し船導がその後心の改心をし涙ながらにこのことを縁あった出会った人に 後世に伝えていったそれが誰伝え次の人次の人って言ってそれが小林清官さんのもとにそのお話が伝わったということでございます要は何が言いたいか両官和尚さんは船頭に対して何の説法もしてないですそして 何ら偉そうなこともしてないそれどころか自分の命をその先導によって殺されかけたんですでも助かった瞬間良官和尚は殺人を起こそうとした殺人ミスをしたその先導に対して分かった ではいたのにそれでも聖官さんは官さんじゃない良官さんは宇宙の法則を絶対的に信頼をして知っていたんだと思うんですがここは僕の主観です。相手の先導さんを100%許されたんです。 究極のお話です。僕ねこの話を聞いて宇宙の法則を散々学んできました先進も散々やってきました統合っていう言葉を聞いてずっと探求してきました何かあるごとに内観もしてきましたけれどもことあるごとに プツプツとごはっとの心が湧き上がってきています。まだまだ良寛和尚さんの領域に達していないんです。それぐらい良寛和尚さんの達観した魂の境地。すごいことなんです。 でも僕はこの境地に向かって残りの人生いつまで生きられるかわかりませんがその境地になるまでとことんまで僕は先進内観、統合やっていく強い強い決意を持っておりますえー この良和尚さんの動画の、まあ、紹介をしたんですけれども、えー、何人の方がこの話を聞いて、えー、魂の領域まで響いてくれてるかは分かりませんがでも1、えー、人でも2人でも、えー、この僕の今話をした、えー、この 洋館和尚さんのエピソードを通して、同じように魂磨きを本気でやっていこうと、そういう人が出てきてくだされば、それだけで儲けものだなというふうに思って、配信、そしてお話しさせていただきました。本当に、 ありがとうございますでコメント欄に、えー、自由にあの書き込みができますので、えー、なんか魂的に響いた人なんか、えー、この良感を生みたいな境地になってみたいなぁと思った人はぜひともコメント欄に 一言えー、記入返信してくださいそれもちょっと照れくさいとか抵抗がある人はポチッと「いいね」ボタンを押して頂い,いてそしてそれを合図に、えー、私と同じような気持ちで残りの余生、魂磨きのためだけに 精進していこうというふうに、えー、考えてみてください。どうかよろしくお願いいたします。本当に最後まで、最後まで聞いてくださいまして、本当にありがとうございます。もう感謝、感謝しかございません。ありがとうございます。